はい、それでは三国志大戦後付け実況やっていこうと思います。こちらのデッキは投資損耗、相手は長領と旅旗を軸にしたデッキ。コンバージョン、やっぱり長領増えましたね。僕もあのカード効果時間長い、効果でかいですごく注目しております。知力依存高いので、あれですよね、奥義に知略でもつけるとさらに効果時間伸びたりとか、拡張性も高くて使うのも楽しいし性能も高いみたいな、いいカードになってますよね長領。というところで開幕ですが、こちらがもう素武力の高さでそのまんま乱戦と走撃でゴリゴリと削れていけている形。こちらのデッキは素武力が29あるので、こういう復兵なしのデッキ同士で正面からぶつかり合うには強いですね。特に相手のデッキは最高武力が7なので主挙の弓がガンガン削っていけるので、よりこのデッキの強みが出ているかなという感じですね。というところでこちらは柵1枚と内乱一発を開幕で削っていけてますね。1枚目柵割れるかな、割りたい。数子を撃破で長領に突撃入れて主教のボディを当てて撃破。ここで、相手部隊を2部隊撃破できたことによって柵1枚取りましたね。もう一発内乱を取れそうというところで、ここは一旦部隊の生存を優先。ギリギリ内乱入ってくれましたね。これはすごい美味しいんですけど、ただここ孫皇はもうちょっと左を塗っていた方が、悪地形ではありますが塗っていた方が確実に内乱取れて手堅かったかなっていう感じですね。反省点ですね。こちらは士気が9溜まるとほぼ同時に食後の連合号令。馬将でしっかり乱戦して突撃されないようにしてというところで、相手は旅旗を発動、乱撃無双。一部隊切って痛み分けの形に持ち込めればいいかなという感じでしょうか。こちらはライドを切って相手の数子は弓で撃破できそう。で、孫皇の弓と下の2部隊で戦おうというところで、相手は月光の勇。闘志による救出が間に合えばというところですが、これはちょっと乱戦で持っていかれそうかな。これちょっと2部隊まとめて持っていかれないように離れましょう。お、孫皇これ城で自殺できますね。いいですね。孫皇が撃破取られなかったのかなり美味しいですね。これによって撃破の被害が1部隊で済んだので、士気かなり美味しい。士気交換、いや士気交換というにはちょっとこちらの士気が溢れそう。これ士気溢れちゃいそうですね。相手の長領が騎乗する直前に、ライドウの落雷で撃破取っていく。時間をギリギリまで稼いだことによって、次にこちらの部隊が復活するので、一応まあそうですね、次にこちらがラインを上げる権利は持てるのかなという感じでしょうか。でここで、こちらは内乱を取りに行く形、相手の尊長復活持ちが復活してきて、李寿の横弓旅旗が復活してきてというところで、孫皇と闘志で塗りを進めて内乱は取れそうですが、この後のカウンターがちょっと怖いですね。こ
ちらは、舞台を揃えて直後の連合号令。兵力は全員が終わりぐらいで均等なところ。相手は軍友の大攻勢、増援知略。相手のデッキは、旅旗や、長領など知略との相性がいいカードが多いので、この後計略打ち込んでくるかなというところ。相手は旅旗乱撃無双。この効果時間をいかに稼ぐかというところでしょうか。に突撃が入ったところで、こちら増援の方、防護即軍。いやー、これ確実性を取るにもうちょっと早めに増援叩いた方が手堅かったですね。即軍がつくことによって、まあいろいろと守りがやりやすくなりますね。あとこちらのデッキは芭蕉が入っているので、奥義効果の即軍との相性はすごくいいですね。旅旗は防御力自体は上がらないので、突撃によるダメージを与えていければ乱撃無双の効果もかなり軽く軽減できそうというところで旅旗を撃破。でこちらは残り部隊が、全部隊残っていて、相手は瀕死の長領と李樹の状態なので、これでほぼ勝ち確ですかね。ここまで見ていただいてありがとうございます。いや芭蕉強いな。リジュまで持ってくんか。これせっかくなんで落城狙いに行きますかというところで、芭蕉で古城。相手は長領を出してきて月光の遊具。相手が最後までちゃんとやってきている以上、こちらも最後までしっかりやっていきたいですね。宿の城門工場、2部隊撃破時のあれ見ときますか。強いですね。というところでここまで見ていただいてありがとうございました。また次以降も見ていただけると嬉しいです。お疲れ様です。孤独に打ち勝つほど強く。もっと行かせて。長領参る。僕らが協力すれば怖いものなしです。
めし無念、己の道を切り開く。最強の武人に従うは最強の将兵のみ。気合を入れて進め。よう見るな。
再戦を処方する。